タコと杉浦太陽です。さあ今回は質問コーナーということで、いろいろな質問ありがとうございました。育児編とはちょっと違った質問もたくさん来てたので質問に答えていきたいと思います。今回ねちょっと楽屋ですけども、あんまり声を張りすぎずいきたいと思います。いっちゃいましょう。それではスタート。釣りも遊びも家族も日々もタタラタラタラタタタじゃね。はい、来ました。 YouTube のコメント欄とあとダイレクトメールでも結構いろいろ来てたんですけども、まずは辻ちゃんのどんなところが好きですか、代表10個お願いします。可愛い、優しい、料理がうまい、家族が重い、元気、アグレッシブ、ちょっと相撲心、実は頭がいい、愛でいっぱい本が俺を好きでいてくれること。はい、10個。はい、さすがに長いこといると本当に今いいとこ悪いとこお互い知ってるから、ノンも俺のいいところは10個きっと言ってくれると思いますはい、ありがとうございます。さあ続いて、次の大きな買い物何か予定ありますか釣り竿とかありますけど、この前友達にテントサウナ買おうよとか言われて、なんぼなんって言われたら200万するけどとか言って、200万家にサウナいらんやろと思って、僕今ジムでサウナに入ってるから、サウナに入りに行くご褒美があるからジムに来てるっていうのがあるから、家にわざわざこうサウナをつけたら初めは嬉しいかもしれんけど、初めだけ使って後から使わないパターンって絶対あると思うから、とりあえず今のとこはサウナはいりません。買うとしても釣り竿かな。さあ続きまして、杉浦夫婦は本当に仲が良くて助け合いもすごいなといつも YouTube を見ながら思っています。気持ち等を受け入れたり行動に移したりすることは簡単にすぐできることではないと思います。みんなの憧れの夫婦の裏側には相当な努力があったのかなと思っています。時間が経つほど絆は強くなっていくと言いますが、ほんまなんかと思う時もありまして、よければご回答お願いします。私も杉浦夫婦のような本当に仲の良い夫婦を目指して頑張りたいと思います。夫婦同士のやっぱ気持ちの確認のための話し合いは必要だと思うんですけども、実際に行動にしないと受け入れられないし、受け入れられないと行動もできないっていうのはやっぱりこう話し合ったりとか意思を共通させることですよね。お互いの認識を、夫婦であれとお互い男女であったりとか、パパ目線ママ目線のこう目線を一緒の目線に合わせてあげるような認識もしなきゃいけないだろうし、今家庭で何が必要なのかの、どうやって動かなきゃいけないのかをっていうのも僕らは共通認識でいるから、誰かのためではなく家族のために動く、家族だから動いて当たり前っていう認識でお互いいるんですけども、お願いされたからとか何とかしなきゃじゃなくて、家族だから僕は当たり前にちゃうんかっていうところまで行くのには時間はかかりましたけども、そこの共通認識を夫婦同士で取説もお互いアップデートしていきながら、夫婦間のこの気持ちを理解した上での家族だから動いて当たり前の境地まで行くんですけども、喧嘩していっぱい話し合って、その上で気持ちを受け入れて共に人生を歩んでいこうって決めた家族やから動けるみたいなちょっと深くなりますけどもね、よくしようっていう努力をし続けないと絶対家庭もなんかこうなんかマンネリ化してきたりするから、お互いやっぱりこういい夫婦仲であろうとか楽しい家族を作ろうっていう共通認識が一番大事なのかなと思います。はい、ありがとうございます。好きなお休みの過ごし方を教えてください。子供たちと家族と朝いっぱい寝られることが一番幸せです。学校もなくて、なんか遊びに行くのはもちろん楽しみなんですけども、何もない日は家でみんなでなんかこう過ごして、ちょっと前の日は今日ぐらい夜更かしてもいいかぐらいな感じでみんなでワイワイやって朝いっぱい寝る。杉浦家はめっちゃ寝るんで、そんな休日が何もないこの当たり前の日々に感謝をして、これが大事ですからね。家族でいる時間です。体型維持のための食事管理どうしてますか。朝昼は炭水化物食べるけど夜は食べないとか、おかずだけ食べて晩酌しながら夜過ごすとか、あとは定期的な運動です。運動で基礎代謝を上げてればまず太らないから、その基礎代謝を上げて今までと同じような生活してればカロリーは勝手に消費されていくから、まずは体作り大事です。一人暮らしでも使える楽しく料理を続けられるコツを教えてください。俺一人暮らしした時間がめっちゃ短いからな。弟と二人暮らし僕してたんで、楽しく料理をしていく。料理が全然できひん時は、弟と二人で炊飯器にケチャップバーって入れて、炊飯ボタンを押して、ケチャップ炊き込みご飯ができて、それを二人で食べたりとか、お吸い物の素、松茸のお吸い物とかのあの素を炊飯器にぶち込んで炊いたら、炊き込みご飯ができたとか、なんとかシリーズを制覇していくとか大事なんじゃないですか。混ぜご飯シリーズとか、鍋の種類だったりとか、あとはスパイスにはまると、どんどん深みにはまっていくっていうのがあるんで、スパイスはいっぱい種類があるから、カレーを作ったりとか、カレーじゃなくてもスパイスを使った炒め物だったりとか、スパイスをブワーって揃えたら自分のオリジナルにハマっていって、スパイス料理は結構おすすめです。今度 YouTube でバンジージャンプやってください俺が飛んでるとこ見たいそうです。飛んでみるか。いつかやりたい役は何ですか。この前ホラー映画
撮影してきて、最後ちょっと面白い特集メイクもしたんで、ホラー映画めっちゃ楽しいです。ヒーローじゃないうわーってやってる自分がすごい楽しかった。少しずつね、いろんな役も、ね、楽しんでいきたいなと思ってます。タヤさんとついちゃんはバレンタインやホワイトデー、誕生日、クリスマスプレゼントを用意するとき、前もって話をして予算を決めてますか？それともお互いに本当に欲しいものも OK にしてますか？また夫婦になる前となった後で変わったりもしたり知りたいです、と。プレゼントはもうずっとサプライズをし続けてきました。アートが好きかなとか、今年は星にしようかなと、いろいろ、もうずっと選んできました。プレゼント交換したりと、誕生日に行くもらったりとかして、もちろんめっちゃ嬉しいものもあれば、おおありがとうって多分お互い思ったこともあるプレゼントもあったんですよ。サプライズってもう10年20年続けられないですから、お互いのほんまに好きなものをお互いちょっと言って、その中でどれにするっていうのを夫婦で話し合う時間が結構楽しかったりするんで、去年のクリスマスプレゼントもお互い交換したんですけども、僕の場合はスーツケースを頼んだんですよ。飛行機の中でも持っていけるやつ、すごい頑張って探してくれて、ノンが頼んでくれたんですけど、なぜか国際便で届かずに終わってキャンセルされて、結局まだ届いてないんですよ。僕はノンが好きなアクセサリーを願いされてクリスマスを渡せたんですけど、私渡すものがないとか言いながら、あいいよいいよとか言いながら、結局まだ届いてへんな、もらってません今度買ってくれるとは言ってましたけど、気持ちがあればいいんです。はい、いつもありがとうございます。お互いでプレゼント交換したいとかさ、気持ちの問題が僕大事だと思うんで、プレゼントの品の内容というよりかは、お互いでそうプレゼントしたいなって思うような気持ち、これが一番ですね。生まれ変わってもつじちゃんと結婚したいですか？いつも応援してます。はい、もちろんですよ。向こうはどう思うか分かんないけど、俺はもうなんかノンがいないこの人生観っていうのはちょっと考えられないレベルになってきたんで、ありきの考え方発想になってるから、自然とそう思うんだろうと僕は思ってます。向こうもそう思ってくれると信じてます。こだわり酒場のレモンサワーはいつもどのくらい飲んでますか？外飲みをすることがなくなって、家で合うレモンサワーをずっと探し続けてきた。酔いすぎると酒飲まれちゃうし、この酔いで楽しく子供たちと遊んだり夫婦の会話したりするのが好きで、その中でやっぱこだわりレモンサワーの 7% に氷をめっちゃ入れて、少しもう溶かしながら飲んで薄まってるぐらいのチビチビ飲むっていうのが僕の飲み方ですかね。めっちゃ美味しいですよ。浮気の境界線ってどこだと思いますか？手をつなぐだったり、彼女以外の人と2人でご飯だったり、 LINE だったり、どう思いますか？自分の旦那か奥さんが異性と手つなぐことある？こんな歩き方してたら浮気やってなるよね。2人でご飯、まあ、2人でご飯は仕事の相手とかもあるかもしれんから、まだご飯は100歩譲ったとしても、マネージャーが女性やったら LINE もするやろうしな。その LINE の内容やと思いますよ。自分がめっちゃこれ無理やわって思ったとこが浮気の境界線なんじゃないですかね。私がそこがもう無理と思ったら多分そこなんですよ。それをお互いで認識し合って、嫌なことはやめてね、浮気じゃなかったら私それ嫌やからちょっとやめてほしいみたいなことを言ったら、平和に向こうも分かってくれるんじゃないでしょうか。はい、ということで今回質問コーナー答えてきました。育児のことはあえて今回触れてないんですけども、またいろんなパターンのね質問コーナーがあっても楽しいかなと思っておりますので、10万人が近づいてるんで、どうしたらいいですかね。10万人ってよくなんかみんなカウントダウンとかするやん。仕事のスケジュールがだーってこう詰まりすぎて、どこまでがちょっとできるかちょっと分かんないんですけども、来週福岡やから九州から生配信するのかもしれんし、状況を見てみないとちょっと分かんないんですけども、楽しみですね。いつもありがとうございます。今回はねちょっと本当にドタバタしてるんで、楽屋から質問コーナーさせていただきましたけども、またいろんな質問がね来るとまたやってみようかなと思いますので、引き続き募集しております。それではね、またチャンネルよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それが片方だけというわけで、また次の動画でお会いしましょうバイバイ。